西側南側中央ロビーでは、商工の文人の作品展を開催している。洋室石膏美術館は、甲州シナム山路に位置し、聖湖に隣接している美術館。敷地面積は3.5万平方メートル、建築面積は3.2万平方メートル。総投資額4億2000万元は、石膏省が負担し、道省文化庁が管轄している。2005年5月着工。 2009年8月オープン。14の代償様々な展示室があり、このうち6つの温湿度が完全に管理された展示会場であり、展示場の面積は9000平方メートル、収蔵庫は3000平方メートルに上る。中央にある、ホール、天窓から最高歴、多目的ホール、国際シンポジウム会場、鑑賞室、VIP ルーム、美術図書文献センターなど、 多様な施設がある。主に美術作品と美術文献の展覧、陳列、募集、コレクションを担当し、学術研究、教育交流、公共文化サービスを展開している。石膏美術館の方針として、現代に重きを置き、歴史を考慮し、石膏省を起点に世界に目を向ける学術趣旨としては、公共性、多元性、開放性がある。主な収蔵としては、 近代の石膏ゆかりの優れた美術作品、文献、国内外の重要な美術、代表作品及び文献、現代美術、美術研究の重要な成果、古代美術、現代美術、民間美術及び工芸の優れた作品がある。営業時間、非日曜日9時17時、月曜日は休館。ありがとうございます。